はい、皆さんこんにちは、ワンダリュウリュウジです。では今回はアゾバヤホー第一次世界大戦元日本軍プレイの続きをやっていきましょう。今回はいよいよアフリカ大陸にあるですね、ドイツ側の植民地の解放を行っていきたいと思います。で、前回獲得した、ここですね、アブダビ、まあ、ここを拠点に強襲上陸をアフリカ大陸のドイツ軍植民地に対して行っていきたいと思います。今回導入するのはこの機動装甲2軍ですね。で、機動装甲2軍の編成ってどんなのっていうと、こんな編成です。まあ、走行自動車、兵員輸送車、まあ、これは完全にね、機動力を重視したそういった部隊になっています。この部隊を投入していきましょう。もうちょっと詳しく見ますか。そしたらこんな感じですね。軽戦車、それに兵員輸送車、まあトラックですね、いわゆる。それに装甲車ということで、正面戦闘幅は42調整済み。この機動装甲群を投入していきます。では早速、強襲上陸の指示を行っていきます。強襲上陸はアブダビから、ドイツ軍の拠点のある、ここ。まあなんとかね、ここに強襲上陸をうまくヒットさせて、一気にアフリカ大陸に拠点を持ちたいというふうに思います。じゃあ、ここに対して制海権確保しに行きましょう。制海権のルートは、まずはペルシア湾。まあ、何かとね、最近騒ぎになってますけど、そのペルシア湾と、ちょっとこれだけだと足りない説あるね。さすがに、範囲が広い。陸軍の装備、歩兵の装備は1936年のものまでは一応研究済みになりましたね。じゃあ、こっから何をやっていくかなんですけど、戦車類も1934年のものまでは研究済み。歩兵も同じく1930年までは終わってますね。ちょっと今、おそらく何か、宅急便的なものが届くんだと思うんですけど、すいません。宅配ボックスに入れといてください。そうすると、続いては、飛行機関連もある程度入れてるからな。やるとしたら、キュロシシの艦上戦闘機に対して、艦載機化する。ですね、これはやっておこう。艦載機化した方が圧倒的に有利だからね。で、今研究が終わったのがこの、97式の重爆撃機ですね。これが終わりましたということなんですが、戦略爆撃機はこの後いずれにしても欲しいので、まあ、核をね落とすのはだいぶ先になりますけど、これは研究を始めておきましょうか。で、工学系のところ見てもこれというものはないし、産業も36年になっちゃうもんね。3年のペナルティは結構きついけど、だったら先に一度電子機械工学を入れて研究速度 1% のボーナスを先にもらっちゃいましょう。はい、じゃあこれでいいかな。で、旧式装備になっているのが旧緑士の立候ですね。これが少し古いものになっているので、新しいものに変えていきます。これで OK ですね。じゃあ再び時間を進めていきましょう。そうか、ここに、タンガニーカの湖、タンザニアのことですよね、きっとね。ちょっとアフリカはごめんなさい、全然勉強不足なんですけども。ここって、上陸した後、都会できるのかな？こんな大きな湖。普通に考えたら川と違うので都会できないですよね。そうなると、進軍ルートは、このキガリに限った部分になる可能性があるので、急いでキガリまで進軍した方がいいですね。そうしないとこの先進めなくなっちゃう可能性があるので。ブルガリアで起こしたクーデター工作はうまくいったようですが、まあおそらくね、一瞬で
鎮圧されると思うので、放置しましょう。で、敵の強襲上陸。ここはもう本当にね、安心の、そして絶対的な信頼を置いている海兵隊を配備してあるんで、ま、放置で大丈夫だと思います。お、イタリアがアビシニアに宣戦布告。お、アビシニア。ここだね。エチオピアですね。まあ、宣戦布告したとはいえ、なんか手立てがあるのかな？乗っかってくる手立てが。東アフリカ沿岸の制海権が取れれば強襲上陸が始まります。強襲上陸が始まってるじゃないか。いつの間に。しかもなんかちょっと厳しい状態だな。まあ、なんとかしてもらいたいので、強行を発動します。10手段をもってしても強襲上陸うまくいかないか。ここ強襲上陸うまくいかないってなると、でも本当に苦しいね。強襲上陸をうまくはめ込むために少し場所をずらしますか。港に対して強襲上陸一点突破かかっても今できなかったのでちょっとずらしましょう。この3点突破ならなんとかなるだろう。この辺りはもう本当になんとか取り付くしかないので取り付いていきます。で、太平洋の方はね、ご覧の通り、もう半分ぐらいは占領が進んでいるという状態ですね。で、さらにね、部隊を進めていくというのももちろん考えているんですけども、もうすでに、実はですね、ドイツ軍の海軍戦力はほぼ壊滅させています。ドイツ軍の海軍戦力見ておくと、ご覧の通り、もうすでに4隻しか持っていないという状態ですね。ただし、ドイツ陣営っていう見方をした場合には、オーストリア・ハンガリー帝国がですね、まだまだ艦隊、持ってるなっていう感じがするので、この後ですね、まああくまでも少し先の話にはなると思うんですが、アフリカ大陸攻略したらですね、このカサブランカに拠点を持って、ここから地中海を伺おう、そしてオーストリア・ハンガリーの持つ海軍戦力を打ちのめそうかなというふうに思っています。なんでそこがうまくいけばね、海上では敵なしと。そういう状態に持ってきるかなと思うんで、当面の目標はまずそこになるかなと思います。さあ、強襲上陸来い。来てるね。今回こそ、うまく、行ってくれ。一度強襲上陸に失敗してるから、もう敵もね、警戒している可能性がありますからね。うは。一度戻されてる。アフリカ沿岸、ここが敵に制海権を取られている。ここさ、誰が展開してるの？オスマンだな。今、ちらっと見えた感じだと。オスマン帝国が持ってるね、艦隊。オスマンも艦隊持ってるんじゃないか、それなりの規模。
でも22から24ですね。ここですね。海軍戦力。言うほどないんだけど、それでも重たく感じるのは。それだけ敵が戦力を集中してきているっていうことでしょうね。4個艦隊投入してるんですけど、プリシア湾、アラビア海、アフリカ東艦外、言えてないね、東沿岸と、制海権をね、安定的に確保するのが難しい状態ですね。まあ、ここは本当にね、敵の艦隊にぶち当たったら、艦隊決戦して、もらって全然いいんですけどね。しょうがないな。太平洋に、艦隊、もうそれほど大きな規模のものは必要ないという状態なのは、さっきね、ドイツ軍がもう壊滅してますっていうことで、お話した通りなので、ここは艦隊をさらに派遣しましょう。これで制海権が取れたね。ただすぐになくなると。このまま来てくれ。よし、来る。ここは何としても上陸を成功させましょう。ちょっと待って、一旦時間止めます。ここは慎重に行きたいので。一旦時間を止めて、研究枠を使ってから、しっかり上陸作戦を行っていきます。よし。まず部隊は上陸できた。あとは港を取ろう。港が取れないとね、ちょっとこの規模を維持するのが難しいので、よし、港は取れた。港は取れました。そしたら部隊を、最初に確認しなきゃいけないのが補給だね。補給を確認します。言っても全然ないと言っていいよね。そしたら、この6部隊を新しく一つの、部隊としてしまって、ここに しっかりとした補給ができる環境づくりをしていきましょう。で、最優先で取らなきゃいけないのがここですね。ここまで進めていきます。いやいやいや、なかなかしんどそうだぞこれ見ると。でもなかなかしんどそう。部隊数で見ると敵の方が多いもんね。補給マップは問題がないので、3部隊で持ちこたえられないかな。そしたら山岳兵を出しましょう。この1回目でね、しっかり、作戦を成功させないと敵の警戒が強くなるだけ、なので、そこはね、決めにかかりましょう。そしたら彼を昇進させる。元帥、いきなり元帥。で、その上で構成ドクトリンを入れます。しっかりと力を
発揮してもらおう。で、工場には9を入れていきます。今足りていないのってやっぱり戦車なんだよね。戦車が足りてないよな。軽戦車ですね。軽戦車はいくら数があっても足りないっていうね。師団編成を大きく見直したときにそれなりに数が必要な状態にしてしまったというのがもちろんあるんですが、山岳兵はどこまで来ている？もうちょっとで来るね。さあ、山岳兵が来たので、山岳兵も急いで丹賀に河口を渡りましょう。ここ渡れるかどうかだからね、すべては。ここが渡れそうにないな。これ見てる限りここが渡れなそうだ。まあそうだよね。ここ渡るのなんか困難そうな感じはしてましたけど。そしたらですね、まあ上陸して3分の1ぐらいまでは進んできてるんですけど、やっぱり気に、まあ、懸念していた木狩りから先に進めないでいるという状態ですね。なので、ここはですね、まあ西側から上陸してきたわけなんですけども、ごめんなさい、東側ですね。西側からも上陸をしていきましょう。で、そのために必要になってくるのが、ここ。南アフリカ、ここに上陸をしてですね、ここから、さらに、こちらの東海岸、上陸を行っていこうかなというふうに思っています。じゃあ、そのための部隊をですね、ちょっと用意して、強襲上陸、再び行っていきましょう。ただ、ちょっと艦隊的に足りるのかなという不安はありますね。うまく突破したぞ。でもここは少し手動で操作をして、確実に敵を殲滅しに行こう。ドイツ軍が攻勢に出てきてるね。一度部隊を下げましょう。このままだと壊滅するリスクがあるので下げます。絶対に守らなきゃいけないのがここなんで、よし、部隊が到着してくれましたね。
そしたらここから反撃をちょっとしていきましょう。考えていきましょう。ドイツ軍とガチンコで殴り合うのは、このね、陸上戦でガチンコで殴り合うのは、まあ、久しぶりというか初めてというか、強襲上陸とかっていうのを除けば初めてだと思うので、まあ本当に強いドイツ軍かどうか確かめよう。ではここまでね、アフリカ大陸におけるドイツの植民地の解放作戦進めてきていますが、だいぶ時間が長くなってしまいましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、基本的な戦略は変わらずですね、ドイツの植民地アフリカ大陸をですね解放していくということになりますので、これを粛々と、そして確実にと進めていければいいかなというふうに思っています。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。